今回は、みんな大好き車寄せ、新川崎駅の車寄せに行ってみました。新川崎駅は、川崎市にある JR 東日本の駅で、横須賀線、湘南新宿ラインが停車します。地味ですが、池袋、新宿、渋谷、東京、新橋、品川、横浜、鎌倉へ乗り換えなしで行ける便利な駅です。昔は日本で一番大きな貨物ターミナル、新鶴見操車場がありましたが、広大な跡地にはオフィスやマンションなど開発が行われ、駅利用客も増えています。以前、この駅は車を寄せる場所がなく、雨の日などは送迎が大変でした。しかし、新たに駅前ロータリーが作られ、雨の日も濡れずに駅から車へ乗り込めるようになりました。今回は、新川崎駅の駅前ロータリーを紹介します。それでは、どうぞ。Thank you.
最後までご視聴いただきありがとうございました。登録をいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。